はい、どうも。今は発車巡りのね、一番最後、ラスト。ラストの、ちょっと神社の名前が、さい銭箱じゃないよね。さい銭箱、さい銭箱だし、豊坂神社だ。豊坂神社へ、着きました。まあ、あと、ここね、今日あいにくの雨なんだけど、やっぱりね、田んぼのど真ん中だよね。ちょっと見つけづらいから、でもまあこれやっぱり鳥居の上に石を投げておくってあるんだね。この突っかけだとこの鳥居をね、下の水たまりを歩きづらいからね。やっぱりこれ最後はまあこじんまりとした本当になんだろう、スタンダードな神社だなぁとは思うので。でもこういう神社の方がね、正直落ち着くんだよね。まあ、これは境内で、まあ、やっぱり集会所だったり何かのお祭りとかがあるんだろうね。稲葉白老国、白眉国開運覇者巡りっていうのがあるね。まあ、一応スタンプ押せばよかったかな。まあ、ちょっといつも通りくるーっと周りを回ってみようかな。でもまあ今回はそんなに多くはならないようだけれども、およ御神道がなんか木の裂け目に入ってるね。まあ、あっちは、ここなんだろうな、千年杉あたり1本ぐらい切ったんかな。すごいな。ちょっと家紋が見えない。まあ、いろいろあるね。まあ、どっかに御神体みたいなのあるかなと思いきや、御神塔なんだね。めちゃくちゃいっぱい木があり、石倒れてるな。まあ、これがいつも通り、この覇者巡りシーズンのバックショット。まあ、こんな感じで行き、ここには記念碑があったっぽいけど、ないな。ないね。まあ、見渡す限り畑で。まあ、木があり、これが横だね。結構なんか模様とか家紋かな。なんかあれが結構特徴的だね。で、これが建てた人が寄付した人かな。なんとか1金5000円とかそういうやつかな。これ灯籠で、まあ、石終わり。やっぱりどこにも立派な杉が立ってるよね。巡りのね、本当のラストの豊坂神社、田舎移住した後の、まあ、企画だね。それ終わります。